おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も幻想乙女のおかしな隠れ家続きやっていきましょう。前回はベルント君が倒れていて、そしてお菓子なんだっけ、しょっぱいもん食いてやって言われてプレッツェルゲットしたんで、そっから私に行くところですね。いやー、なかなか実況撮る機会がなくて久しぶりに撮っております。さあ、あげるよ。ずっと放置プレイしててごめんね。4日ぐらい放置プレイだって。放置プレイしちゃったよ。はい、あれ、はい。ベル、はい、これ。アンジェ、これは？しょっぱいもの。アンジェ、ありがとう。なんだか元気が出てきたよ。なんか嬉しそうですね。本当に嬉しそうな、なんか屈託のない笑顔をするから、本当にベルント君可愛いな。そう。それなら良かったわよ。なんか最初の頃よりさ、アンジェちゃんなんか、顔をあからめる回数が増えてない？ベル君と話してる時に。何？恋が始まる？はい。じゃあこれ、アンジェの分。え？私は別にいいわよ。ベルが一人で全部食べなさいの。二人で食べるから美味しいんだよ。うわぁ。かわいいね。しょうがないわね。そこまで言うなら。プレッツェルを半分もらった。ってことは 2.5 個もらったってこと？ 5 個持ってたもんね。そういえば、昔にもこんなことあったわね。アンジェ！アンジェ！これ、近くの出店で買ってきた。何？これ。プレッツェル！甘じょっぱくて美味しいよ。僕これ大好きなんだ。だから、はい。半分か。おお、かわいい。私がもらったら、ベルの分が減っちゃうけど、いいの？いいのさ。二人で食べるから美味しいんだよ。しょうがないわね。そこまで言うなら。ああ、昔のベルは可愛かったのにな。お、でも、今の僕はかっこいいでしょ？かっこいいよ。アンジェちゃんも言ってあげてよ。喜ぶから、絶対。ベル、かっこよくなったわねって。そしたらもう多分ね、鼻血出して倒れるよ、ベルント君。ああ。昔に戻りたいな。僕は、昔になんか戻りたくない。もっと早く大人になりたいよ。そして、そう。ベルはそうなのね。ベルントの願いをクリアした。おー、よかった。とりあえず、プレッツェルのおかげでベル君はちょっと元気になったみたいだし。で、この半分っていうのは 2.5 個持ってるってこと？あ、でも1個しか持ってないじゃないか。じゃあそれをカラスさんに渡しに行けばいいのかな。で、相変わらずこの鍵は取れないんだね。よし、じゃあ行こうか。あら！え？バラの花輪だ、手をつなごうよ。ポケットに花束さして。ハクション、ハクション。歌ってんね。みんな転ぼ。お。病気の子は誰？え、確かにさっき咳してた声が聞こえたね。わかんねえ。ちょっと待って。いきなりの展開についていけない。とりあえずカラスさんに、パンくずをもらい、よし。で、私に行くと。さっきの歌ちゃんと聞きたかったな。ちゃんと聞けなかったからな。よし、これで。あ、これアンジェちゃんじゃない？こっちがアンジェちゃんで、もしかしてこれはベル君？あら、ってことはシンシアちゃんはちょっといないかもしれないね。ここにはシンシアちゃんとしか来たことないのよね。ん？お菓子のお城だ。え？なんだ？困った困った。大変大変。おお、勝手に動いた。砂糖菓子でできた、ん？砂糖菓子でできた人々が何やら喋っている。困ったのだ。これじゃ、わしら死んじゃうぞ。あなたたち、何かあったの？突然話しかけないで！
ないの。あ、ごめんなさい。困ったことがあったのです、アンジェ。そこにいる鶏が、ワイらの大切な食べ物を奪っていくのだ。ああ、ヒナピオのことを食べた鶏野郎ね。アンジェに鶏を何とかしてほしいのじゃ。解決してくれた暁には、お主にスコーンをやる。うん、助けてあげよっか。じゃあ、私もちょっとね、支援があるから。よろしくお願いするのだ。もう、自分自身を食われたという支援があるからさ、ちょっと、こいつに復讐しないと気が済まないんで。とりあえず一回セーブして。はい。ねえ、鶏さん。影学園！あなたは砂糖菓子さんたちの食べ物を盗んでいたみたいだけど、やめてくれないかしら。無理こけ。ちなみに何を盗んでいたのかしら。肉にゃん。前にも聞いたわ。で、よく考えたら、あの砂糖菓子たちも肉食なのかしら。あいつらな、意外と凶暴こけ。って、そんなことはいいのよ。盗みはやめてちょうだい。だから無理こけ。餌の分際で生意気な口聞いてんじゃないこけ。いや、痛っ。おいらに指図すると、その指一本ずつ食いちぎってやるこけ。まあいいこけ。とりあえずお腹いっぱいなので、おいらは寝ることにします。あ、ちょっと待ちなさいよ。アンジェ？何？話の通じる相手じゃなさそうね。うわぁ、ちょっと怖い音させないで、シンシアちゃん。つまりこいつを寝てる隙に殺せってこと？グースカピー。怖い怖い怖い。なるほど。なんか凶器を持ってくればいいのかな。あとこっちの病気の子は誰っていうので、あれ？全然、なんか、なんだこいつら。なんか死神みたいになってる。ここは変わんない？ここはポーカーは変わらない。ポーカーは持ってないから、ダメで、ちょっとここも話しかけてみるか。お大変だ！大変だ！オリビアが病気になった！悪霊がオリビアを病気にした。怖いから無視とかの話しかけてみるか。あなたたち、その格好どうしたの？これは病気から身を守るための道具。これ誰がどれで喋ってるかわかんないから適当に喋るね。私たちの中に一人だけ悪霊が潜んでいるんです。その悪霊がオリビアを病気にしてしまったんだ。悪霊って私ではなくってよ。私が大好きなアンジェのためにいるか弱い幽霊ですもの。ベリータルトのように真っ赤な頬のアンジェ。アンジェ様、悪霊をやっつけてください。このまま死ぬのは嫌です。って言われても、このままじゃ誰が誰だかわからないわね。僕たち妖精は正直だけど、悪霊はきっと嘘をつく。だから一人だけいる嘘つきが悪霊だよ。アンジェ様、よろしくお願いします。そうか。あ、でも私嘘つきを当てるのは得意かもしれない。結構人狼ゲームとかをね、やってるんで、実況でね。とか言ってて結構私翻弄されてたけど。じゃあちょっと話聞いてみようか、こいつらに。悪霊は隣のどっちかだよ。なるほど。ちょっと待って。で、ここのどっちかが悪霊だって言ってんのね、この子は。え、右隣の子は嘘をついてるよ。ちょっと待って。で、この子は嘘ついてるよって言ってて、正面の子は悪霊じゃない。ってことは、この子が、まあ、この人は、嘘つきだっていうこの子の言葉を信じれば、こいつが悪霊になる。で、こいつは？僕は悪霊じゃないよ。あれでもさ、嘘つきイコール悪霊って言ったよね。あ、ということは、この子だ。この子じゃない？この子が、
悪霊だ。お、どうですか。うん、これ歌いたいな。悪霊を退治した、やったぜ。はあ、思いっきり息を吸える。アンジェ様ありがとうございます。病気が治ったからまたみんなとおしゃべりできますね。やりたいこといっぱいあったんですよ。これお礼のチーズだよ。あ、チーズありがとう。病気の子は誰をクリアした。なんだか疲れたわ。お腹も空いたし。おや、あ、アンジェ、アンジェ、食料を持ってきたよ。まあ、お腹が空いてたところなのよ。それじゃあ食事にしましょう。食事ですか。今日も食事の時間が来てしまうんだね。さあ、パーティーの始まりだ。え、待って、あれ Thursday、 待って、ニワトリ殺してない。ニワトリ殺したい。おいしいね、アンジェ。え、とってもおいしいわ。昨日よりもなんだ、パーティー終わればいつもの時間、そろそろ別腹デザートタイム。なんか点点点が増えたね。今日のごちそう、木曜のごちそう、おいしいお菓子に変わるのは、おいしくごちそうされるのは、それはいつだか旅に出るあの子。マシュー、いただきまーすじゃないのよ。僕食べられたくない。あれ、アンジェどうしたの。アンジェ病気になった木曜日、何もかもが変わり始めた日、ただ一人味方になってくれたのは彼だったはずなのに。お願い、アンジェ、聞いて、あ、救い。え？はあ、なんだか疲れちゃった。あたしもう寝るわね。ああ、いなくなったマシュ。うん、ごめん。あ、やってきた。今年も狼が人を喰らいにやってきた。またこのセリフしか言わなくなっちゃった。アンジェはさ、楽しかった？楽しかったって何がかしら。うん、なんでもないんだ。なんでも、もう意味深なことしか言わんこいつら。とりあえずこのニワトリはまだグースかピー？よし、どうにか殺す方法を考えようか。うん、ニワトリ、あ、ニワトリね、やめるように言ってあげるからちょっと待ってね。よろしくお願いするのだ。なんかあるかちょっと探索してみようか。あ、また倒れてる。また倒れてる。あ、なんだ、寝てるだけなのね。こんなところで寝るなよ。ベルントは寝ているようだ。チキン食べたいな。チキンか。あらららららら。ナイフを取り出す。ベルントのナイフを手に入れた。さて、復讐しに行こうかね。あたいの。さようなら、ニワトリさん。ニワトリをナイフでチキンにする。チキンを手に入れた。あなたはいらない刺激が強すぎる。だからしょうがありませんわよね、ニワトリさん。アンジェ、これでお菓子の城の人々にお礼をもらえますわね。ええ、そうだわ、ナイフをベルに返さなくちゃ。ベルントのナイフを返した。ははは、邪魔見やがれ。
あれ、ベル君こんなところに起きてるの？ベル、どうしたの？ちょっと疲れて。ねえベル、今日も倒れてたし、何か無理してるんでしょ？私のことは気にしなくていいから、ベルはゆっくりしてなさいよ。食事だって少しくらいなら抜いても平気だし。違う。え？なんでもない。アンジェには全く関係ないことだし、別に無理もしてないから大丈夫だよ。何が違うんだい？今日はちょっと寝不足で倒れただけだし、昨日も一昨日もよく眠れなくて、いつ出られるのかわからなくて不安だったんだから仕方ないだろ。疲れてるのもそれが理由だよ。だいたいこんなところに閉じ込められて疲れない方がおかしいくらいなんだ。確かにそうね。それならよかったわ。ベル君やっぱり何か隠してるよね。で、アンジェちゃんは多分吸血鬼なんじゃないかと思うんだけどね。いやでも違ったら嫌だな。とりあえず、これは関係ねえわ。チキン。あれ？あ、そうか、お城の人々に報告しに行けばいいのか。はい。みんな、鶏を退治してきたわよ。はい、これチキン。助かったのだ。まあ、どうもありがとう。どういたしまして。それで約束のスコーンだけれど。え？なんだ？なんで黙るの？あら、どうしたの？そんな約束してないのだ。そうやって私たちにお礼を責めるのね。ひどい人。え？そもそもわしらはそんなの知らん。約束してないものは渡せないのじゃ。うわ、性格悪ぅ。そうだそうだ、お礼なんていらないからって引き受けてくれたんじゃないか。な、嘘つき。嘘つき。ふーん、そう。シンシアちゃん怖いよ。あ、ちょ、あ、アンジェ、お菓子が手に入りましたわ。これできちんとお返しをいただけましたよ。わしらの子供たちが。そんな。砂糖菓子を手に入れた。ハーメルンのお菓子の城をクリアした。いやー、えげつな。待って、嘘つきなこいつらも最低だけど、この容赦のないシンシアちゃんもめちゃめちゃ怖いし、それに対して何も喋らないアンジェちゃんも怖い。ひえー。とりあえずまあ砂糖菓子をパンくずに交換するんですけどね。あ、チーズもあるじゃん。え、チーズも交換できんの？あ、ありがとうありがとう。かー、毎度あり。よし。じゃあパンくずを渡して、あと寝ればいいのかな？さて。パンくずは7個になったようだ。おー、埋まったね。パンくずは9個になったようだ。あら、そっか、渡したのか今。あれ、さっきまで7個って書いてなかった？あれ、私の見間違いか。9個になったからこの辺が埋まった。やっぱりこれベル君だね。これ絶対可愛いイラストじゃん。ちょっと見るの楽しみ。ベルンとの好感度が6になってるね。シンシア8、ハテナハテナハテナ2。オッケー。あとはじゃあ特にすることないかな？シンシアちゃんにも話しかけられないし、ベル君にも一回話しかけるけど、これは関係ないか。では、寝ようかね。よし。はい、寝よう。おやすみ。そろそろ寝ようかしら。寝る。おやすみなさい。いや、これ、真の姿がすべて見えることになったとき、アンジェちゃんはどうなってしまうんだろう。てんてんてんが続くね。どうした？なんか変な音が聞こえる。両耳イヤホンしよう。声？何の声だ？お！殺された。殺された。美しかったダレンは最初に。旅に出る子も無慈悲なあいつに殺された。
次に狼が食らうのは、次に殺される子は誰？めっちゃ鳥肌立ってる。これ誰だろう？あれかな？ノアちゃんかな？ねえ、シンシア。君もあいつに食べられたんだろう？私は、寝たね。あいつってやっぱりアンジェちゃんかな？あと2日。フライデー。 Words on Friday。 うわっ、びっくりした。何？音も怖いし、何？うわぁ、ベル君どうした？朝ね、さっき何か聞こえたような。あの声はベル？ベル、大丈夫かしら？うわ、待って！怖い！左下の妖精たちの顔めちゃめちゃ怖くない？待って、すごい鳥肌。待って、怖い怖い怖い。BGM も怖いし。あ、なんか壊れてる。なんだ？あ、調べられない。あ、調べられてる。影は、あ、形はぼやけていてよく見えない。は？何これ？床に傷ついて抜けそう、床が傷ついて抜けそうになっている。あまり近寄ると危険そうだ。は？うわ、全部お菓子じゃなくなった。あ、でもこのチョコの机だけはチョコの机のままなんだ。ちょっと待って、ベル君見るの怖い。行くか。待って、セーブしていこう。ちょっと怖い怖い怖い。はい、行きましょう。お、どうした？ベル、どうしたの？アンジェ、アンジェなのか。そうよ、ベル。さっきの姫、ベルが。なんでもないんだ。ちょっとそこでね、見間違いをしちゃってさ。見間違い？そうなんだよ。だからアンジェは気にしなくていいんだ。そうなの？だからさ、僕は大丈夫だから。わかったわ。うわ、 BGM ない、ない、怖い、待って待って、シンシアちゃんもいない、待って。ソファボロボロでは？うわ、ちょっと、今回これでちょっと終わっていいですか？怖い、ちょっと待って、怖い。では、気になるところですが、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。怖いよー。待って、左下をもう見れない。では、おつぴよです。